西側ツ山脈は、インドは大陸の西海岸沿いにあり、標高線から2690メートルの山々が、全長1600キロメートルにもわたって連なる山脈である。ヒマラヤ山脈よりも古く、インド全域の気候に大きな影響を与えており、多くの川の水源となっている。数々の国立公園、自然保護区域などがあり、 世界で最も多様な生物が見られる八つのホットスポットの一つである。2012年、ユネスコの世界遺産に登録された、デカン高原の庭園に沿い、海岸線をわずかに残して高原地帯とアラビア海の境界をなす。グジャラート州とマハラシュトラ州の宗教に近いタプティ、川の砂岩がこの山脈の北端であり、マハラシュトラ州、ゴア州、カルナータカ州、ケイララ州、 タミル・ナード州を南下して、インド半島の最南端に達する。その広さは12万平方キロメートルに及び、総延長は約1600キロメートルである。平均標高は約1000メートルで、ケーララ州のカルダモン丘陵にあるアナミュリ山が最高峰である。この山脈はアラビア海とベンガル湾へ流入する河川を分ける分水海である。 西ガー厚山脈は熱帯にありながら、モンスーンの影響で高山森林の生態系を有しており、地球上における代表的なモンスーン気候帯の特徴を有している。インド半島は約1億8000万年前には、ゴンドワナ大陸の一部としてアフリカと地続きであったが、約1億3000万年前から約5000万年前までは孤立した島となり、その後、 ユーラシア大陸に衝突して現在の形となった。このような地種を反映してアフリカ由来とアジア由来の生物が混在し、さらに独特の進化が見られるような進化の移行体となっている。西ガーツ山脈一帯の種の多様性に富むとともに大陸にもかかわらず固有種が多い。顕著な生物多様性と固有種の多さは地球上の生態系にとってのホットスポットとして、 知られており、世界的に絶滅が危惧されている、植物症、動物症、鳥類、両生類、爬虫類、魚類が少なくとも325種生息している。インド全国に9カ所ある生物圏保護区の一つである、ニルギリ生物圏保護区は、ナガルホーレ国立公園、バンディプール国立公園、ムドゥマライ国立公園、ムクルヒ国立公園、 サイレント渓谷国,国立公園の4カ所の国立公園とワイナード野生動物自然保護区、サスヤマンガラム野生動物自然保護区の2カ所の自然保護区を含み、インド最大の生物圏保護区であり、生態系の保全が進められている。ガーツとはヒンディー語で階段を意味する言葉で、デカン高原の東西両園の産地が海岸平野から階段状にすり上がるところから、 東ガッツ及び西ガッツと呼ばれる。インドでは紅茶の栽培よりコーヒーの方が歴史は古く、インドで初めてコーヒーが栽培されたのは17世紀頃のカルナータカ州にある西ガッツ山脈にあるチクマガルルの産地である。この西ガッツ山脈周辺は標高が1000メートル以上あることやモンスーンの影響で浮き換気がはっきり分かれていることもあり。 今でもコーヒー栽培がとても盛んで約70カ国に輸出されている。西ガがツ山脈南部のニルギリ山地は、その中から紅茶のブルーマウンテンと呼ばれる良質のニルギリ紅茶の産地である。マラヤさんはゴズダ団という白檀が生えるゴズさんとして、物展、干拭三昧開業などに記載されている。2012年、ロシアのサンクトペテルブルクで開催されていた 世界遺産委員会にて、インド共和国の推薦を受けて、ユネスコの世界遺産に登録。インドの世界遺産としては29番目の世界遺産。マノラマブック2006、マラヤラマノラマ、PP518、一瞬0542から5778マラヤ山、一帯から出る最も後期の強い木船団または、赤船団であり、マラヤ山の形が、 牛の頭に似ているところからこの名がついたと言われている山椒、マクタカシミガクチョ、仏典の植物ヤサカ房。ありがとうございます。